キュッピットくまちゃんありがとうございます毛玉ありがとうございますクラッカーありがとうございますたくさん生誕祭お三3月2日当たりました待ってますさあ,ありがとうございます流れ星ありがとうございます結婚して青くなりです今朝ショールームああ 初めて栄劇場。ねえ。来てくれるなんて思ってなくてびっくりしちゃった。<laughs> ありがとうございます。めちゃめちゃ楽しかった。よかった。はたありがとうございます。けどもありがとうございます。お疲れ様。好きです。ここはもう好きです。ありがとうございます。最善。最善管理。<laughs> 結婚してかける銃。憧にかける10です。 ありがとうございます今日は楽しかったこちらこそ楽しかったです後ろだったけど席あの通路側だったからめちゃめちゃ見えてましたよおめでとうございますありがとうございます流れ星ありがとうございます生誕祭楽しかったですあよかった嬉しい STU ファンのフォロワーさんも今日入ってたあそうなんですね ディレッジ持ってからここ払いと言っててありがとうございますペンの故じゃなくて電池あそうなんだ消えつらさせてね <laughs> 了解ですハートありがとうございますさあ前回の配信で当選してたけどびっくりすびっくりしましたもちの論で緑のサイリウム電池持た電池で、ね、持たないですよね楽しかったよね結構ねすぐね あの席を教えてくれてたからもうここは,は数えて <laughs> 結構最初から見つけてました <laughs> 手紙ね C の16番か18番とかでしたね「お母さんがいる子に入りたいけあそういえばお手紙とプレゼント届きましたありがとうございますアーカイブ楽しみにお楽しみにしててください、X あかける10秒水のないプール <laughs> あれでしょ頑張ってのところでしょあのー、どんどん人が出てくるやつ <laughs> どんどん人が出てくる <laughs> あお昼休みに見てくださったんだありがとうございますせた道わう嬉しい手紙シーレ10うわーどけ <laughs> 手紙ね、そう手紙のことのセリフどうでしたか <laughs> たくさん吐きます。ありがとうございます。手紙もありがとうございます。はあ,ありがとうございます。めちゃ,ちゃ,め,ちゃめちゃ見つかりやと思ってました。お疲れ様ね今日もありがとう。内輪も振ってくれて。結構さ、真ん中だったね。<laughs> おリアタイル見てたありがとうございます。はあ,ありがとうございます。 手のスピードおえー、ありがとうございますお見送りはお見送りね難しいですよねさらにここはがいあいあいが止まらうえう、ー、しいよかった <laughs> こんばんはこんばんはあっあれど真ん中なんだほんとめっちゃ真ん中だって思いながら見てたからど真ん中なんだあれすごい いやーなんて言っても最初のね最初のサイリームのあのブロックごとで3色にしてくださったのがめちゃめちゃ綺麗だった SK は4年4ええー、嬉しい私の生誕祭でそんな4年4年かぶっくつぶりあ,ありがとうございますお見送りの反応が想像以上で逆に驚いちゃった <laughs> 逆に驚かせちゃいました控えめに言って最高ええー、嬉しいありがとうございます 受験コメントありがとうございます課金あんガチレてねえ <laughs> 思ったうかった読んでるここにいる人と隣のえー、誰だろう毛玉ありがとうございますお花めっちゃ可愛かったココハがさピンク好きって言ってからピンクにしてくれたのかなめっちゃ可愛かったいつものいつもの人たちいつもの人たち 僕がさ、ピンク好きって言ったからピンクにしてくれたのありがとうございますべてくもう伝わりました清水良さんのあーそあそう今日だったんだ同じ日だったんだパキリン本当に母母のような <laughs> えねもう私に、のための花やん 思った <laughs> ピンクでね黄色のだるまありがとうございますここはちゃんファンの方とこんばんは大切ええー、嬉しい交流があって嬉しい <coughs> こんにちはくるみさんみたいなことしてる <laughs> 今日生誕多いえー、そう幸せな日ですね流れ星ありがとうございます 幸せな日だ今日,今日はね初日の2人もねどうだろうねた楽しめてたらいいよね <laughs> <coughs> いろいろ話したいことができた気がするのでイベントえう、ー、しいいっぱい話しましょう <laughs> 生誕祭,祭祭いいね幸せじゃないですか メンバー今日いやいい来てくれてないですよ <laughs> 初日ナイスです初日のね2人も頑張ってましたなんか緊張してたけどね緊張2人とも緊張してたけど ね笑顔でやってたからあーよかったよかったと思って <laughs> 見てましたよ <laughs> 誕生日目のトミック送るですかありがとうございます久しぶりです、ね、あそうね大川さんがココちゃんの初日だから <laughs> サンフル開幕戦ゼロ時から7回をぜひ見てください家族来てないです今日はあの普通にあの。 来ようとしたらしいんですけど金曜日なので <laughs> 普通に仕事ですっていう感じでしたみんなクラッカーありがとうございますさつきちはとても楽しかった次の公演でもっと頑張るさせてお素晴らしいナイス向上心そんな <laughs> お見送りコートでおめでとうあ,嬉しいありがとうございます でなが偽物結婚してロゴナハリですここはいがい全然メンバーのこと知らなかったんですけどドスコイボンジュラ <laughs> そうですよ、ね、ドスコイボンジュラもう初見で覚えちゃうさつき違うもう出ないじゃんこの十 <laughs> 三歳とかだねサンフレ中野選手スタメンだし大橋選手の2ゴールでうね サボレ勝ったんだやっぱここはの生誕の日だからね明日仕事ならパーク頑張って頑張って <laughs> 改めて誕生日とお聞きましょわ最善だったんだありがとうございます負けました勝ちました ね、楽しそうだったよ何か言おうとしたのに忘れたな今何か言おうとしてたけど何て言おうとしたっけオツでしたオツでした <laughs> すごいボンジュール <laughs> すごいボンジュールねそう女将とプライドはねそうそうココちゃんとサツキちゃんでしためでてほしい早く <laughs> いやーね十一期の先輩もみんな優しくてうちわのおめでとうありがとうございました くるみさんの言葉も嬉しかったしあらあらいつの間にか結婚しちゃってるじゃないかお母さんさつきちゃん初めてパフォーマンス見たそうくるみさんの言葉がめっちゃ嬉しくて。 くるみさんが何だっけ伊勢も頼ってくださいって言ってくれた時に隣にあんさんもいたんですけどあんさんもこうやって言ってくれてなんて心強い先輩たちなんだって思って姿を描くと後ろからめっちゃ見つけやすかったですよかったよかったどすこい代わりどういう意味どういう意味ちゃめちゃ スタイルええー、本当ですか嬉しいな素晴らしいですよ本当に今日パフォーマンス見てここ,こ,こ特に好きええー、忘れないでほしいそういうのを知りたい <laughs> いやそうなんですよここはもうオオカミとバラエテやりたいなと思ってたんですけどあのー、ユニットマン1人こう振り入れの段階で何個かさ ま人によって個数とかも違うんですけど何個か振り入れしてたんですけどあの二人はもう狼とプライドだったのであの人が初日に出るってもうなった時点でもう私は狼とプライドはもう諦めてたんですけどいつかねできたらいいなと思います赤い目えー絶対に伝えてほしいですコ <laughs> はちゃんのあ S ですかね最近少ないよね 抜け抜けうわあうしいですそう言っていただけてうれしここはちゃんの影響でえ好きになっちゃってください <laughs> ここ破壊してえー、ここ破壊してくれたのやったーお手紙書くので待っててくださいな,な楽しみ こお疲れ様、改めておありがとうございます。二人で作る大きいハートに入り込めばよかった。もうスタンバイしてたから、その時。マ <laughs> リンさん。確かにね。もう今の時点で1ヶ月以上遅れ決定なんだ。早く劇場ええー、見てほしい。見てほしいな。ほんいつかな。<laughs> ここはもう <laughs>。キみちゃん生誕祭、何イアンポジ やってたたの好きででしたね嬉しねね嬉いそうですき、ね、めさん生誕祭と横根屋さん生誕祭は「ねやさんポジで出させていただいてました嬉しい研究生がああそっか明日研究生楽曲披露もありますのでねっ楽しみにしててください <laughs> 皆さんはあれですもんね聞くのも初めてで。 パフォーマンスね、初見でパフォーマンスと一緒に見てもらえるってことで、次ここはじゃどこですか？マリスさんじゃい、そっかイズリーさんもあれか、通常あるのか、DMM あ, <laughs> ありがとうございます嬉しい、明日はそうです。 お渡し会と楽曲披露があります生放送があるのでそうなんかいろいろやるみたいなので見に来てください新曲披露見てほしい「アビスパサポ」のストーチオタクさんも配信でえー、すごいアビスパのオタクさんも見てくださってたの嬉しいビューティフルね 明日行くよイベント待ってます待ってます大丈夫ですありがとうございます明日も行くよ待ってます待ってます確かにね楽曲披露してからねすぐ 名古屋に転勤してですステーファンの方々もね来てくださったりしてて嬉しいね YouTube 見てくださいもう来週会えるやん日程神確かに生誕祭の月の日会えなかったから明日もええー、嬉しい待ってます待ってます ななんか不思議な感じ自分たちの曲をがあるとかそれを披露するとか一曲目綺綺麗麗だっためったためちゃ綺麗でした <laughs> なんか 3, 3本サイリウム3本って最初ここはもう2本がいいなと思ってたし3本振るの大変だろうなと思ってたけどこの今日劇場で見た時に上手と真ん中ブロック下手みたいな。 3ブロック綺麗に分かれてるからめっちゃ綺麗でした <laughs> 今日もお疲れ様ありがとうございます名刺渡しねここはもうそれそこが全然分かんなくてそこは本当に明日に当日になってみないと分かんないっていう感じです私も <laughs> そんな感じですめっちゃ綺麗でした えそうそそそうそうう3色ちょうど分かれてて綺麗でしたちょうど良かった3色お明日多分今日合ってます私が黄色のとこだったら一人 <laughs> それ, <laughs> そ,れ <laughs> それめっちゃ自分でい,いじってるよね 予備知識サイレムに言われちゃうありがとうございましたこちらこそありがとうございましたいやなんか別に色の順番は決めてなくて黄色真ん中にしてくれたら見つけやすいよっていうあれです <laughs> 順番は決めてないです名刺もらいに行くわお待ってます三本忙しい振りコピーしたくなるから <laughs> お疲れありがとうございます。あ,あ真ん中め,めっちゃ綺麗でしたよ今日最後残っていいかもわってなかったいやでも最後は残ってたんですよ普通に最後は普通に残ってたんですけどそしたら杏さんがあの読んでくれて「そう最後言っていいよ」って「優しいね杏さん」ロイジ「嫌いじ」「 言いたいことは多分言えずと思います。分からんない。なんか、そうわかりませんが <laughs>。でも今日は自分的にも、うん。 ミスはなかったような気もしてるけどどうなんでしょう <laughs> お母ちゃんだなって感じましたさつきちゃんえわかんない聞けたと思う好きなスピーチあー嬉しい最高の3連休嬉しいママからのお手紙でしたねあそうです辻元優香さんの次の広島出身です あちょっとここでじゃああの生誕祭の時ってその生誕祭のこの主役,主役というかまあその生誕祭の子以外にこうメールが行くんですよケーキ担当とかお手紙担当花束担当っていうのが行くんですけど。 だから私はまあ知らない状態なんですね。なんですけど今日朝会った瞬間に恋恋に <laughs> 花束どうぞっ <laughs> てやられて <laughs> 花束どうぞ <laughs> みたいな <laughs> 会った瞬間にやられちゃってあ <laughs> の恋,恋,恋言っちゃダメなんだよね <laughs> みたいな <laughs> ちなみに言っちゃダメなんだよね <laughs> みたいな <laughs> でしかもまあまあ初日だからさ 分かんないじゃん生誕祭とかの流れが分かんないからさまあまあまあ仕方ない仕方ないと思ってたんだけどこリハの時に、まあ、ちょっと流れで生誕祭の確認をしましょうみたいなのだってあじゃあ音楽鳴り始めたらこハはこう言って手紙読み始める時にちょっと寄りましょうみたいなそしたらレナ普通に出てきちゃって普通に出てきちゃって普通に手紙読むうちに出てきちゃって「あダメなんだよレナ」って言って。 <laughs> ダメなんだよ俺なんて言ってそしたらもうあのリハの時も役割の人みんな動いちゃっててあこういう役割なんだっていうのを一瞬で理解しましてお花とかも私も前回ユアニアの時ケーキ担当だったんでケーキ担当のことをあの主役にね聞かれるという <laughs> これでマイクはケーキの時どこ置いたらいいんだかなみたいなもうバレたことを容姿に。 いいろいろ聞かれまして私はもう担当はね知ってました <laughs> まあでもさなんかこの今今からっていうか来年以降はさまあ生誕祭を開催させていただけるとしたらさお手紙がもう誰かわかんないからさ読む人とかもドキドキって感じだから今回はね <laughs> 大体ここはもうねこの方たちかなとか思ってたんでまあいいんですけど <laughs>。 結構ね知っちゃってましたね <laughs> そうまあまあまあ、まあ、最初だからね全然まあまあああああって感じなんですけどみんな動き出しちゃって困っちゃいましたよ <laughs> 困っちゃったんですけどまあそんなこともありましたみんなそう隠す気ゼロでした 全部わかっっちゃってましたよ <laughs> 面白かったね地域の先輩方は何か言ってたんいつですか山田さん頑張って経験を強いてたそうみんな真面目だからね役割れてやり返すんだ <laughs> そうそうまあねわかんないよねその 初日で生誕祭でさ役割でさ言っちゃいけないとか分かんないよね <laughs> でも恋恋のねあのバレ方は可愛かったですね会った瞬間の花束どうぞみたいな <laughs> 可愛すぎたよねでも可愛すぎたけどね可愛すぎたけど <laughs> めっちゃ可愛かった こんばんばはねえ初日が生誕祭ってすごいわマネージャーがねバラしちゃうこともあるしね <laughs> かわいいでしょいやにゃの生誕祭の最後知らないであの仕方ないよねねえここはなんか生誕祭とかもなんかもう先輩のとかも 出演させていただいてたからあれだけど恋恋ね、そう、たまに不思議ちゃんですよ頑張ってました恋恋もさつきちゃんも初日頑張ってました次はもう決まってるのかな分かんないけど3月2日と 主ねよろしくお願いします三 <laughs> 月二日までね結構日が開きますよねなんか3、後は結構詰め詰めというかもうね、すぐなんですけど三までが長いからやだな初日間ないぐらい良かったですよね良かったですよねでもなんか初日間ないぐらいっていうのは多分本当に地域の先輩とか周りのね 周りでパフォーマンスしてる子たちの力もすごいなと思ったからみんなすごいみんなお疲れ恋恋こいこい次花束担当となって同じことしてそうやばい <laughs> ああそういうことねリリベが続くからないのか公演が寂しいなあ <laughs> S 公演もね次いつあるんだろう に届いたんですか。<laughs> 次こそ、ね <laughs>、本当にいつあるの。<laughs> そういは今年はつ、ええ、そっか。秋山でした。本当秋山でした。もうシングル発売だよ。 写真届いたらしいサイン会写真届いたのもう早いね現地でええー、現地で生誕ーーって言ってたんだサイン会かなりの風邪げでえー、そうなんだなんかさサイン会の写真ってさなんかあの書きすぎても ダメみたたいなのののを言われてたのでそのメッセージの量を書きすぎてもそのダメっていうのを事前に言われてたのでそのめちゃめちゃたくさんは書けてないんですけどそのルールは破りたくないので <laughs> なんですけどそうちょっと思いは込めたのでお願いします <laughs>。その新曲披露ねねフフラゲ、ね、フラゲゲ <laughs> XXL <laughs> そこかコも言ってたでしょそのやっぱあれじゃないかなその人によって大差が出ちゃうのがよくないからかなわかんないけどそう,そういうような事前に言われてたのでもう私はもうあのもうほんと変に真面目な女なので <laughs> 楽しみにしててくださいでもやばなんかもう花粉が花粉がやだなお手紙ありがとうございますえ手紙のことのセリフ良かったですか私 <laughs> ちょっとなんか早かったかもだけど今日はお疲れ様でしたありがとうございました よかったよ。やったー。あ、28分。ありがとうございます。それよかった。よかったー。お疲れ様でした。ありがとうございます。うずうずかに昔マリンさん。ね。いいなー。麺化証そう、セリフとかさ、読むの好きだから。キュンキュン。 暑くなったりする気をつけます花粉に花粉にやられてる指さししたと思う多分花粉にやられてる本当にやだくじ引いてないこれ会員じゃないのよ引きたい気持ちがやまやまなんですよその木さんの時も引こうと思ったんですよでも会員じゃなくて <laughs> 引けなくて 今今日、今日寒かったですね。サンはえ何がですかすごくないそう、簡易にね簡易になればいいんだけど簡易じゃなくて <laughs> 昔手紙が当たったことあって好きなああそうなんだ。 大事にしてくれたら嬉しいな <laughs> 私も会えねそうなんですよ会えになったらいやそうなんですけどね免うえー、すごっあっ30分なっちゃった劇場の外で震えてましたありがとうございます <laughs> 毛玉ありがとうございますえー、しえー、自分の <laughs> 自分の 10分になってからそろそろ終わろうかな明日もねそう明日もあるので来てくださる方配信見てくださる方とかお渡し会来てくださる方とかよろしくお願いします明日も楽しみます明日の初披露楽しみにしてください皆さんも ゆっくり休んでくださいおやすみなさーいありがとうございました本当におやすみ